けって言ったよね。猫、猫描くんだよ。嘘。あー、うまいわ。これさ、体描いて。はい、おはようございます。おはようございます。今日もしっかり授業を受けるように。はい。じゃあ1時間目は国語なので、国語の先生お願いします。はい、お願いします。じゃあ、はい、じゃあ今日は漢字を勉強していくからね。はい、はい、じゃあ先生が書く漢字を真似して書いてください。はこう書いて「日本」っていう漢字ですね。日本、うん、おい、はい、はい、はい、お前何してんねんお前。何がすか。いや、何がすかね、お前。何ゲーム持ってきてんねん。いや、まこっちゃんっすよ。まこっちゃんがゲーム持ってきたんで。まあ、そうだよな、ここにあるからな。うん。おい。おい、聞け。目見ろ。何ゲーム持ってきてんの。遊びじゃねえから。目見ろって。目見ろ。下向くな。え、普通に。目見ろって言ってるね。何ゲーム持ってきてんのって。なんか言ってみろよ。マジ舐めんな、単車やから。はい、じゃあね、猫の描き方のポイントなんだけど、まあ、髪がこうあるでしょ。誰これ投げたの。あ、誠です。お前か。うん、違います。違う、うん、サラか。サラだろ。誰だ、投げたの。誠です。え、違う。お前か。いや、違います。誠です。違うのか。じゃあ、サラか。どっちだ。僕も見てましたけど、誠でした。ダメでしょ、授業中に黒板に投げたら。ねえ、何ふざけてんの。舐めてんの。わかんない、黒板に消しゴム投げたらダメって。わかる。わかるよね。ごめんなさいわ。ごめんなさい。先生、先生、お絵描きしませんか。はい、じゃあ。ちょっと変な感じなんで。猫。じゃあ、お手本描いとくわ。ここでね。なんかお手本あったほうがね、みんなも描きやすいと思うから。誰だ。さっき言ったよな、投げたらダメって。誠です。誠じゃないんだな。じゃあサラだな。絶対違うか。いや、誠でしたよ。お前か。お前だな。お前だろ、これ投げたな。さっきも言ったよな、投げたらダメって。なんか同じこと何回も。ねえ、おかしいでしょ。聞いてた、さっき。ごめんなさいって謝ったよね。なんで同じこともう一回の。今、猫の絵描く時間だから。聞いてる話。声ちっちゃい。はい。猫描いて。もうお前消しゴム使わない。ちょっと、授業の邪魔すんなよ。ヒゲ描けば大体猫みたいになるから。なるほど。あ、ケイタくん一番うまい。お、誠かけ、ちゃんと。俺の猫うまいぞ、これ。お、ケイタくんうまい。うん、どうだ。お、かわいい。あ、かわいい。かわいい。うん、クラブちゃんもかわいいね。でも誰が一番うまいんだ。ケイタくんかな。だよな。2番目に書かないの。あ、なんで漢字書いてんの、これ勝手に。今、美術の時間だから。うん、猫描けって言ったよね。何やってんの。もういいよ、描かなくて。うん、二人でやります、授業。何これ。猫描くんだよ。嘘。ああ、うまいわ。これさ、体描いたらさ、これ猫になるわ。ほら。しほー。タッカさ。タッカ、ほんとに最低だね、お前。
演技なら泣かせちゃってる。上手これ。自分も泣いちゃってる。え、泣いちゃってる。嘘、バクさん泣いたの。お前坊主。バクさん泣いたの。怒った。ま、さすがに出身しよう。これもうダメだな。まこと。この企画はもうよろしくないぞ。ダメ、本当にもう二度とやらない。まこと、でもよく耐えたなお前。やめよ、本当に。本当に。本当に。俺も泣きたいわ。なんかみんなで。ゲームするか。みんなでゲームでもするかい、この時間は。もうもうそうだな。特別だよ、うん、ちょっともう授業の雰囲気じゃなくなっちゃってるから。ちょっとお前も言い過ぎちまったしな。そう、ごめんね、うん、ちょっと大人げなかったっていうか、うん、うん、だからまあ、うわ、スマブラ好きでしょ、うん、スマブラ出荷じゃ、うん、ちょっと特別にテレビにつないでやっていいです。よっしゃーい、うん、よし、じゃあやろうか。よし、じゃあまあちょっとだけだけどゲームしよっか。行くぜ。ケイタ君がマリオかい。うん、俺様がマリオだ。サラちゃんがドンキーかい。サラちゃんやったことあるの、スマブラ。なんだ、パワー系か。いける、よいしょー、ウェイ、よいしょい、よいしょい。え、どうした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 んですか、どうしたんですか、弱すぎませんか。俺様に…おい、どこ見てるのかな、どこ見てるのかな、どこに見てるのかな、ジャンプ、ジャンプしても勝てない、見てよ、よいしょい、まだ、あ、なんかスマッシュボールみたい。どうした、どうした、え、どうしたんですか、え、え、どうしたんですか、え、僕何もしてないんですけど、勝手に落ちてっても困るんですけど。どうしたんですか、どうしたんですか。ねえ、どんな気持ち、負けてどんな気持ち。ねえ、かわいそうだよ。うるせえよ、まこと。どんな気持ちですか、悔しいんだろ。雑魚すぎだろお前よ。あ、悔しい、悔しいね。え、おい、ちょっと、で、だから、ガチ、ほら、だからさ、いや、違う違う、本当にごめん、本当にごめんね、本当にごめん、さあちゃん、ごめんねー、ごめん、やり方ごめん、ごめん、本当にごめん、ごめん、ごめん、ちょっとなくなる、ちょっとなくなる、ちょっと、ごめん、ごめん、699キロ、いや、何、わかんない、そうなの、ごめん、え、ごめん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 、なんか食べれる。大丈夫、一回休もう、一回休もう、ごめんね、大丈夫、こっち来て、こっち来て、お菓子、こっち来て、あ、こっち来て、よいしょーい、お菓子なんもないな、演技だからね、演技、ちょっとじゃあ、うん、一回休憩しよう、ね、一回休憩しようか。ケイタ君ちょっと強かったから、先生そんなスマブラやったことないから、じゃあ誠君、先生と勝負しようか。よし、じゃあ先生とやろう。ちょっとケイタ君だとね、性格悪いよそれ。俺性格悪いか。うん、普通に楽しくやろう、そういう時間だから今は。おお、もうもう、ごめんごめんな。よし、じゃあ先生と交代しよう。うん、よし、だけど、じゃあ先生、ゼルダってやつ使ってみるね。はい、できるかな、あんまり先生やったことないから。おい、お前大人なんだから、しっかりお前手加減してやれよ。いや、もうそもそも先生あんまやったことないから。あ、そうなんだ。じゃ先生ゼルダだね。あれ、あ、あ、うえー、死にません、まだまだ死にはしませんよ。今勝ったと思った、はい、あ、なんか使う、はい、凍った、はいはい、お、なんだこれ、お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 、はい、やってーバンバン、これが本当のバンバンマン。あんまり先生やったことないけど、勝っちゃった、スマブラってこんな簡単なんだね。知らなかった、結構やるの、スマブラ結構、スマブラやる、先生初めてなんだけど、勝っちゃったー、悔しい、悔しいかね、まあ悔しいよねー、だって初めての先生に負けたんだもの。何回もやってるからね、ね、それで負けるのかー。まあしょうがないか、大先生落ち着いて、大人だし、うん、まあ大先生も強かったけど、まあ誠くんもね強かったからね。そう、いいよ、あ、うん、さやちゃんにやってみようかね。いやだよね、やってみようか、大先生に勝てるよ。大先生がさっきケイタ君のことを叱ってたけど、大先生もケイタ君くらいうざい。うざいよね。じゃあ、うざい。確かに。ゲームやめるか。
それじゃあ、一回やってみる。ゲームやめ、ゲームやめよ。なんか気まずい、空気悪いから勉強しよう、勉強しようね。空気悪いよ、空気悪いから大先生。外見る、外。外見ても何もないのよ。一回換気しよう。換気は大事かも。換気だね。空気良くないな。まあ確かにな。うん、楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけど。やってる友達に。あんな言わないで買ったことあるの？10日しかやってない自分に勝つ。すごい。すごいね。ソニックでガン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 。転げなかったもんね、ちょっとね。だいぶね。しかも。お兄ちゃんなんて、お兄ちゃんもサラちゃんぐらいの時からそこらやってるからね、ずっと。確かに。髪は負けて当たり前だから。しょうがないね。どこだ？にしても弱いかもね、ちょっと。嫌な先生だね。ほんと、最低だね。嫌な先生だよ。最低な先生だね。ほんとよ、お前嫌われるよ。ほんとに最低。誰一番好き？え？あんなに。2番は？2番誰？俺3番誰？ギリだ。ほらだから言ったじゃん。やだよ、ね、1割言うからでしょ。だからスマブラいる。疲れたよね。親だ、来ない。いや来る。あ、こっち来たら大体来ます。いや、お疲れ様。お疲れ様。頑張ったね。頑張ったね、さあちゃん。来てくださいって言われたら来てしまうけど。今日はあれだね、じゃあ、ママに。焼肉連れてって、だね。何一番好きなの？食べ物。ハンバーグ？じゃあ今日ハンバーグ作って、だね。ピザ。もう喋ってくれなくなっちゃった。ピザが好き。終わりました。はい、終わりました。